プレーオンです。日本への行け、お前久保くだまれよ。止めた、ボールが転がる。で、俺のシュートは入んねんだよなあ。ドリブルで侵入していきます。たださ、やべ、ゴンダ戻れ、ゴンダ戻れ、ゴンダー、ナイス。ね、ちょっとカメラが見づらいって言うんだ。浮かしてきましたね、おい、ちょっとお前そこで打てねえんだったらフォワードやってんじゃねえぞ、この野郎。試合終了の時間が近づいてきています。追いつくにはかなりの点差があるので、日本には厳しい状況になってきました。諦めてるの僕だけですか？諦めてるじゃない、諦めてないの。完全に次のポジションが相手に移ります。ここだ。ねえねえ、どうだ、下手と蹴っ飛ばせよなあ。キャンベル、スルーパスが味方に通る。弱すぎだろ今の。いい、わかるよね俺のやりたかったこと、みんな。ねえねえねえ、ゴンダ出てきた、ねえ、ゴンダがここに、ねえ、ゴンちゃんが、ゴーてかさ、ゴンちゃんの出し方教えてくれ。なんか、ゴンダが出てきちまうなあ。中指立てながらゴンダが今出てきてたよな。ほら、中指立ててる、ほら、この野郎っつって。ゴンダが出てきちまうんだって。想定していなかったのかもしれませんね。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。どうする、ナイス、ゴンダ止めましたが、まだプレー、チャンス、吉木さん、出たるぞ。場面でしたが乗り切りました。やばい、タックルで止めます。俺は弱いのか、悔しい。ハハ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 ハ、おい、ゴンダが出てきちまう、ゴンダが出てきちまうよ。何これ、マジでゴンダが出てきちまう。こんなんじゃ絶対勝てねえよ。ゴンダが出てきちまうんだって。これなんでこのチャンスを逃す手はありません。ねえ、ゴンダが三角、え、プレスって三角じゃないの？ねえ、ゴンダがどうやって守備すんの？四角でスライディング、丸？長いホイッスル。日本の敗北でこの試合は幕を閉じました。丸があれ？負けるにしても意外なほどやられてしまいましたね。ねえ、プレスはどうすんの？結果になってしまいましたが、やばすぎだ。罰な、オッケーオッケー。受けることが大切です。ゴンダが出てこなきゃ。いや、でも笑ってるわ、加藤さん。確かに僕たちはスペインに負けました。確かに僕たちはコスタリカに負けました。ただスペインに勝てばそれでいいでしょう。さすがだ、ゴンダ。